さてウィークエンドテラちゃんです。えー、ウィークエンドテラちゃんコメンテーター経済学者田中秀文先生です。田中さんよろしくお願いいた<え>あれ？なん<え>ですか？お風呂？いい湯だな。いやいやひどくない？いな,いなんかね。何ですか？手かりすぎるからで、ね、ええ、手かりどうりかしろって言われて。ええ、そんな。もうしょうがないからもうこうもう、ええ

そう,なんだそうでですすおお風風呂呂ね、えー、LGBT など性的少数者への理解増進法の施行を受けて宿泊業界団体が共同浴場での男女の取り扱いめぐって秋にも独自の指針を策定することが分かりました、えー、生まれた時の性別は男性性自認は女性というトランスジェンダーの女性が女性用のお風呂の利用を求めた場合あくまでも身体的特徴から 可否を判断するというどうも指針になるようです。まあ、ただ、だ心の性に基づいて判断する旅館などを否定しない方向にはするということだようですねえー。このお風呂の利用について、身体的特徴から可否を判断するまあ、こういう宿泊業お会団体の指針ですが、田中さん、これはどうでしょうね。えっと、えー、まあ、これは、えーえー、妥当な、えー、あ,あの。決 だと思いますよね。えええー、要するに共同浴場で。はい、ええー、ね。まあ男四人分かれて,て。そうですね。はい、それはまあ身体的特徴で、あの、決めるというのは別に、はい、あの、まあ、日本のね。うん えー、多くのこの世論に受け入れられるんじゃないですか、はい、一部の活動家以外にはただ、その今もお伝えした通りですね、えー、この心の性に基づき判断する旅館があっても、それは否定しませんよと。 そうですねだからこれはまあ自由まあそういったねあの事前にちゃんとあの告知していただければああのねここはそういう方針なんだなということでまああのすみ分けができますからねそれは別にいいんじゃないですか。あの僕はははねねこういっった問題もと日本 寛容な精神を重んじてね欧米ではすぐねこれねあの論争がしやすすかったんですよね最近はそうでもなくなってきつつありますが要するに生物学的な男女の区別っていうものを認めるか認めないかで、ね、大きい問題になってて、はいでえー、認める側つまり、えー、生物学的な男女の区別を認める側がなぜか一部のですね、あのーえー、マスコミとかあるいは、まあ、欧米ですよあるいはそういった論者活動家からですね 差別主義者みたいなレッドを張られるケースも多々あったわけですよそういったものに比べるとですね 日本の方はですねこの LGBT の理解増進法すごい論争を巻き起こしましたがまあなんとかねぎりぎり修正もあって過、えー、激なね活動家の人たちが、えー、まあ教育の場だとか行政の場に、まあ、あの過度に、ね、介入して、はい、まあえー、過度に介入してくるのをこう防ぐことはできましたけれどもね、えーまあ、あとまあ心配なのはこういったねあの共同浴場の、はいえー、とかまあ,あの温泉だとか<や>、えー、銭湯だとかそういったところであとプール どうするのかとかそういう問題がありましたけれどもね、はい、えー、まあ 僕から見ると、まあ、理性的な対応を、えー、業界団体の人たちはやってるなというふうに思いましたね、はい、でこの共同浴場を利用する際のルールとしては、平成12年に当時の厚生省が、旅館業における衛生等管理要領などで、共同浴場は原則男女別に分けて、おおむね7歳以上の男女は混浴させないと定めていて、LGBT 法が施行された6月23日以降、要領の男女に関して、 して厚生労働省は心のせいではなく身体的な特徴を持って判断するものだとの見解を示していましたで今回の宿泊業界団体の指針はその厚労省の見解に沿った内容となっているとのことですで新しい法律では lgbt 理解増進法不当な差別は許さないともされているためまあ、この身体的特徴における区別が不当な差別だとまあ、今後一部の人たちが からら騒ぎ立てれれる可能性は、まあ、これははこ否定はできないようです、まあ、なかなかこの辺りのこの身体的特徴の区別とえ差別の解釈問題ですね、えー、さまざま意見も出てきそうだということが言われてますね。これがまあそのねあのーはい、身体的特徴の区別っていうのが要するに生物学的男女の区別っていうのね、はい、それを認める認めないかで欧米では非常にかああの過激なです、ね、論争になって、うん、日本でもですねそういったものは例えばまあ文化で 文,学文,文芸業界、はい、みたいなところではです、ね、一部は起こっているわけなんですよね。いわゆるまあそういった、えー、生物学的男女を前提としたあの発言をするとです、ね、それは差別でそういった人にはです、ねまあ、発言の場を自体を与えないとこれは例えばノープラットフォームって言です、ね、<ー>発言の場自体を排除する、はい、でまた議論もすべきあの、えー、議論以前であると。 議論としての相手としては認めない、うんえー、ノーディベート。こういったものを、はい、ノーディベート、ノープラットフォームを確認するような、いわゆるキャン,キャンセルカルチャーっていうものがんですよね。 ね、日本のこの、ねえー、世論も引っ張られることがないように、えー、祈っていますが今のところはですねやっぱ日本の方はですね、まあ、あの聖徳太子以来のですね和を持って尊しとするみたいなねあ<ー>感じで、はい、まあ社会的なあの問題、えー、この LGBT 問題もそうですけど特に LGBT の、えー、T ですねその問題についてもですね,ですねトランスジェンダーの問題についても、はい、かなりですねこうゆっくりとあの ねえー、国民の理解を得ながらですね徐々にやっていこうという動きになっていけばいいなというふうに思いますね。はい、ともかく過激なあの今先ほど言ったようキャンセルカルチャー的な動き、うんえー、これなんかネットを使ってですね、えー、やるあの一部活動家もいるんですよ。あの僕がね昔数年前にににトークイベントやった時にそこに、まあえーまあ えー、来た、ねあのー、活動家っぽい人がこんなこと言ってまして、はいあのー、我々なんかの,あの言論の自由、えー、っていうのは重要じゃないですか。 でそういったものに挑戦したいと言ったんですね。ええ、言論の自由に挑戦するってことは<ー>要するに先ほど言ったキャンセルカルチャー的な動きですよ。ええ、で実際にそういったあの動きっていうものをこうね、えー、に挑戦していく、えー、そういったものに活動家の人たちはですね軽視していく、えー、情熱を傾けていくというようなことを聞いてですね非常にですね僕はあの警戒し,、はい、したんですね。ええ、で今のところそういったものはですね本格的にはなっていないんですが先ほど言ったように一部の文芸業界みたいなところの 動きを見るとですね。まあ、あの動きがあると。うん、まあ、そういった問題についてはですね。えー、今週の有刊フジにもですね。あの、ええー、歌舞伎町のね、東急、ええ、歌舞伎町、たばか。はい、あそこにある、あの、あ、あった、はい、あの、えー、トラン、えー、まあ、トランスジェンダー向けのね。 あのえー、ジェンダーレストイレか、はいえー、の問題についても書きましたし、うんえー、先々週だったら先週だったらちょっと忘れましたけど、あのー、全然誰も来なかったトークイベントでもこの話をですね本当にやってですね <laughs>、えー、本当にあの来たんですよ何人か。やっっっぱおはよう寺ちゃんん宣伝した会たたがあなと思って<ー>来たんですよ、えー、でよくよく顔見たらですね俺の親戚みたいなやつばっかでや、ね、つやつ」やつとか言っちゃうあれですけど、えー、<laughs> ななんかねみんなねあのコロナ禍明けて でたまにね僕のトークイベントをあのネタにして知り合いがみんなただ単に集まっただけっつってね <laughs> そのまんまトークイベント終わったらみんな飲みに行ったっていうねそこで「おはようテラちゃん」のリスさんの方もいたんですけど僕も誘ったつもりないなんですけど本当に、ええ、本当はねいつの間にか一緒にいてね「<え>僕もいていいんですか?」って「もう初めからいるな <laughs> お前」っつって。<laughs> <そう> <laughs> お前呼ばれるな仲間だからいきなり仲間っつって聞けない話題とかね一般しちゃってそう大変だったんですよか後の方が盛り上がったから寂しいトークイベントでしたけでございまで一応ですね今回の宿泊業界団体の指針自民党の LGBT 理解増進法に照らし合わせてもぎりぎりのラインと言われているようです一方で不当な差別という文言の不当なという部分 分すら削れまあ、こういうふうに主張していた立憲民主党の LGBT 理解増進法案が採用されていたらえこの指針アウトとなっていたようです立憲民主党の案が採用されなかったのは宿泊業界団体にとっても不幸中の幸いだったという、まあ、こういう指摘もあるようですね。このえー、っとじ ちょっといろいろろあるんですが自民党の LGBT 理解増進法と今おっしゃいましたけど、はいはい、自民党じゃないですよね LGBT 理解増進法はもう通ってますんで、はい、それのギリギリラインと言われているっていうのは、はい、それは一体これ元になったニュース原稿のニュース記事誰が書いたのかによりますけど厚労省の指針に合ってるんじゃないですかね、はいうん、これ先ほどねあの旅館業における、はいね、んだっけ、はいえー、心のせいではなく身体的 特徴を持って判断するものでだと過去のね、はい、あの通達についての解釈を言って、まあ、そういった感じでやってくれと、ええ、あの別にやらなくてもいいわけですよね、はい、あのやったらどうですかみたいな感じだったですよ、ええ、僕はあの文章を読んだらね。はい、でそれにあの応じて宿格業界も別にそれでやってもいい予感も認めますと、はい、で,でもそうじゃないのもいいんですよっていうふうにやってるわけなんで、ええ、まあギリギリのラインっていうかまあ厚労省の通達 通達ご説明に劣っ,っ,っ,ったものな,んじゃな,い,んじゃないですかはいで今回の宿泊業界団体の指針の内容について加盟する宿泊施設ごとに定める利用規則あと館内掲示などを通じて利用客に周知するよう求められるといいますまた個人の性自認に基づいた利用を認める場合には予約、あと宿泊契約が成立する前にその旨を利用客に伝えることも求めるといいます。また 確かにこの心が女性だという方に男性用のお風呂に入れとまあ強制することも難しい問題ではありますし、まあ本当にその心があ女性かどうかあというところの問題もあるわけですからね。まあここはですね、えー、あの心が女性だっていうね、あの、えー、問題は、えー、問題ではないと、はい、え僕は実は考えていますね。はい、だからこの施設の利用の問題でだけであって、うん、別に心が女性だろうが男性だろうがね。はいえー 火星人であろうが、なんだっていいわけですよ。はっきり言って。まあ、例えばね、あのトランスジェンダーだけじゃなくて。最近はトランスエイジっていうのをはら、トランスエイジってわかります。例えば、僕がですね。僕は父は。ごちゃャイジ、手術って。っていう、ことですね。そういうことですよ。で、ね、そういった人がいたら、どうなんだと。それも認めるべきだと。いうの、この。 ガチでで欧米でその議論起こってますからだからまあそういうのはね、まあ、自由だと思うんですよはっきり言ってでそういった人たちが利用すべき、ね、施設であるということをです、ね、あの旅館側もあのまあそういった宿泊施設側も、ねえー、あらかじめ言ってお互いが合意していてでその他の利用者もそれを知っていれば何の問題もないわけですよそれは自由ですから民間の業態ですからねでそうじゃないところは、えー、旧来型の男女の別であると。 でも別にそれを持って、それが差別であるっていうのはおかしいと僕は考えるわけですね、はい、でこの今回、共同浴場の利用をです、ね、身体的特徴から可否を判断する指針を示した宿泊業界団体、日本旅館協会という旅館・ホテルの主要4つの団体の1つで2200件が所属している団体です。で今後、他の3つの団体もこの案に追随するかどうかというところなんですが、まあ、これ、ちょっとまだ今のところ分かっていませんね。 そうですね、だから、まあ、あくまでもこう民間の事業体の,、ね、あの話ですからどういう方針をするのかでそれに対して利用者が、ね、どういうふうにするのか問題なのは選択は自由です。 でその結果どうなるかはねあのまあ見ての,あの判断になりますけどね消費者だって選ぶ権利ありますから十分に当たり前ですけど、はい、ねあのその結果になると思うんですがそれをもってね今このね一連のこの団体の、えー、決定をもってね何て言うか差別であるとか、うん ね、キャンセルカルチャーをかますような動きがあるっていうこと自体が僕は懸念すべきところであっていろんな、ね、利用の、えー、様態はあって別に当たり前だと思うんですけどねそれは別にいいんじゃないですかそれを事前に知ってればね,ですね事前にお互いが知ってて、はい、でそれで消費者が選ぶことができればです、ね、理解して了解してればいいとでいうことですよね。 もちろん性的マイノリティの方たちの思想、信条が社会的に尊重されて配慮される措置、まあ、これは必要ではありますが、まあ、一方で、その思想や信条に基づいて、まあ、彼たち、彼女たちによって引き起こされる問題行動ですとかあと、社会的に有害な言動がです、ね、あったとしてもこの LGBT 理解増進法によってそれが許容され罰することもできないということであれば、まあ、この法律というのはやはり悪法と言われる 可能性もあります,よ、ねすねまあ、LGBT 理解増進法はあくまでも理解の増進を図るものなんで何、はいはい、か罰則規定みたいなものはないんでですが、まあ、これを悪用する、ね、あの動きっていうのはあると思うんですよね、うんはい、例えば今アメリカで、えー、話題になってて日本ではなぜかあんまり報道されないのは例えばこういう事例があるんですよ、まあ、正確じゃないの今、資料がないので、えー、私の記憶の範囲ですが、まあ、ある水泳選手がです、ね、女性です。えー でその、えー、に、まあえー、とあのトランスの,あの女性がです、ねえー、いて、まあ、あの自分の前でそのトランスの女性が着替えし,してです、ね、やはりこう男性器がついているわけですね、はあはあ、でそれについて非常に精神的なストレスを訴えたら、えー、それをです、ねえー、確かその競技団体側がです、ねそ,のえー、それについてストレスを感じる女性の睡魔に対して教育が必要であると。ほう いう、いうわけですよ。えー、どんな教育だと、ね。えーえー、で、どんな教育だと思います。そういった、まあ、あのー、確かですね、えー、ちょっといいですか。はい、あのー、えーえー なんか、その教育じゃ、これ、しなくてはいけませんみたいになっちゃったってこと。そうですね。で、その教育のね、仕方がですね。かなり、僕から見ると、え、ど、どうなんだよっていう。つまり、あの、例えばですね、その男性器を持った、あの、あの。ひ、人の前で、え。が、その、裸になるのを、ずっとですね、見ることに、なれなければ。あ、見ることになれる。え。え。 その人がでしょ。その人が女,女性睡魔が嫌だわと思った人が、がその男性器を見る訓練をする。うんうん それはどうなんでしょうね。ええ、今度こちら側の,その思いっていうのはどうなるんだろう,う、ね、だから事実上まあ一部のねそういったこの LGBT 問題でキャンセルカルチャーをかます側っていうのは大体、えええー、ですね事実上女性排除、うんえー、女性スペースの排除女性性の排除そういうところにつながる人もいるわけですよ、えええー、一部の活動家の中にはね。はい、であ、まあ 中にはですね明らかに女性別視的な人も、うんえー、欧米では見かけますね、えー、日本ではそういう人は、まあ、今のところ僕が見た範囲ではいませんが欧米では明らかにいます、うん、だから先ほど田中さんご指摘のあったその海外のやり方って慣れてもらうってことなんですねそうですだからまあ言ってみれば、えーえー、LGBT 問題を契機にして何ら、はい、かの思想改造的なものですよね、うん、だかからなんか えー、文化大革命的なノリ、はあえー、に近いと思いますよね。えーまあ、そこら辺の,あの話もですね、えー、ちょっと待ってください、はい、あの本当ねあのえ,ー、えっとで。 とまああの話を続けていきますか、はい、探しますで、はいえー。でまあ、そもそもですねマイノリティの人たちの権利を守るために設置された法律でで今まで守られていたまあ、マジョリティの人たちですね、えー、大勢の人たちの権利が侵害されてしまうということが起きること自体がもう矛盾してるじゃないかって指摘もあるんです。まあ、ですから先ほどの例ですよね、えー、そのまあ,あマイノリティの人たちのこの権利ま 守るために何かマジョリティの人たちがま教育をされるという。まあ、このバランス感覚。まあ、このあたりがどうなのかというまあ。そういう問題が海外では出てきてるということですね。まあ、そもそもその差別の線引きまあ、これがですね。曖昧すぎる。 という、まあ、こういう指摘もあるわけでして、まあ、この法律がどうだったんだろうというね、まあ、これだからある一定の時期いったらもう一回考えるっていうのもだからねそんなにこう、ね、過激な社会的対立をもたらすようなものっていうのはね、えーうん、やっぱこうそれをね理解増進法という形で今回入れましたけれども、はい、まあだから、えー、例えばね LGBT の人たちが、えー、具体的にどういうふうに、えー、本当に生きづらいとかのか、うん 働きづらいとかそういいったこととをです、ね、ちゃんとこう客観的なデータでで見せてほしいですよら、ねはい、法の裏付けになるような事実がないと、えー、だけれどもその理解増進法をあの進めていたようなこれは、まあ、与野党議員みんなそうですけど大体自分の目撃している人たちのお気持ちに沿うような形でね、はいえー、つまり、まあえー、誰もがです、ね、アクセスできるデータとかあの分析の結果で、えー、法案を提出してるわけじゃないっていうところが 先ほど言った定義がわからない問題も含めてですね何かこの法律えあやふやなものにすると例えばまあ多分内藤洋介さんあたりだったらねやっぱこういう枠組みを作ればやっぱ政治的な利益が出てくるとつまりあの予算の配分が出てくるとえこれは中央政府も地方もそうですがそういったものにこうねあの群がるいわがるね公金集中,中みたいなものがあるんじゃなかろうかとまあ多分内藤洋介さんあたりはそういったところをね注目するでしょうし僕もそういった 可能性は十分あるるななとと思いいますかからら、はい、そういったものものの含めてね、うんえー、政治家が何かこう前のめりになると彼ら僕はねぶっちゃけって政治家ねあの信頼してる人も多少はいますがまあ多くはですね政治的利益、うん、つまりまあ、はい、お金ですよお金や票これになる,なるってことが最大メリットですから彼らにとってね、うん、全人類の福祉のために考えてる人なんてほとんどいないと思いますねそれを考えると、えー、公金集中,中的な枠組みっていうのはね 絶えずあの注意し,なければいけないしだけれどもそれはあまりにも角にとってねあの LGBT 問題自身をですねなんかあの内藤さん当然違いますけどねあのえ営業保守みたいな人とか営業革新みたいな人がですねこういったものを使ってですねまた自分の商売にして、えー、賛否をですね激しく争ってですね煽ってですね一般の人たちをそれで、えー、例えば動画のですねあのアクセス数を稼いだり、えー、するというのはもうね本末転倒 どうなんですが、うん、そういった動きは日本でも残念ながら見れますね。はい、以上ウィークエンドテラちゃんでした。田中先生ありがとうございました。